ガルクラさんは、スバルちゃんとニナちゃん、本音で話せて偉い。で、やっぱり 3D だけど、悔しい表情とか、嬉しい表情とか、そういう表現もめちゃんこ上手なんですよね。最後のももかちゃん、ライブ前の盛り上げが上手すぎる。誰も知らないし、誰も待ってない。それが面白いんだろう。いや、ほんと面白いです。やっぱり普通によくある流れでメンバー集まったり、ライブしたりしないので、そこが楽しいです。来週も楽しみです。以上、ガルクラのお話でした。